おはようございます。冒頭3件、発言をさせていただきたいと思います。本日労働力調査結果を公表いたしました。12月の完全失業率は季節調整値で 2.7% と前月に比べ 0.1 ポイントの低下となりました。就業率は就業者は6659万人と1年前に比べ7万人の減少、2年前に比べ78万人低い水準となりましたが、前月に比べると就業者は9万人増加をいたしまして、5ヶ月ぶりの増加となりましたので、12月の完全失業率は前月に比べ 0.1 ポイントの低下となります。なお合わせて公表をいたしました2021年平均の完全失業率は 2.8% と前年と同率となりました。詳細は統計局にお問い合わせください。本日の閣議におきまして、地方公務員育児休業法等の一部改正法案を閣議決定いたしました。本日国会に提出する予定としております。地方公務員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするための法案であり、早期の成立に向けて力を尽くしてまいります。詳細は公務員部にお問い合わせください。次に、昨年来日本郵政グループにおいて不祥事が相次ぎ、郵政事業に対する国民からの信頼を回復させていくことが急務となっております。これを踏まえ、日本郵政グループにおけるコンプライアンスやガバナンスの一層の強化、再発防止策の確実な実施を促すため、総務省の監督体制を強化し、専門家の助言を得つつ、同グループの取り組み状況などについてモニタリングを的確に進めることを目的とした会合を設置することといたしました。第1回会合を今月上旬に開催し、本年夏を目途としてモニタリングレポートを取りまとめていく予定でございます。詳細については郵政行政部にお問い合わせください。私からは以上であります。ありがとうございます。では幹事社から一問質問させていただきます。ワクチン接種3回目が進んでいないという状況の中で、総理が昨日一般の人向けの前倒し接種を表明しました。でこれにつきまして、総務省として地方にどのような対応を求めていくのか、お考えがありましたらよろしくお願いいたします。はい。昨日総理から、高齢者以外の方々についても予約枠に空きがある場合、2回目接種から6ヶ月の間隔がある方は順次できるだけ多くさらなる前倒しを行っていくよう改めて自治体に要請する方針が示されました。これを受け総務省においても新型コロナ対策と地方連携推進本部のもと、すべての都道府県政令市との間の連絡体制を活用し、厚生労働省とも連携をし、この方針に沿って対応いただくよう、前倒しの趣旨について丁寧に説明をし、依頼するとともに、都道府県には市区町村に対する連絡と、円滑な接種の実施に向けて支援していただくことをお願いをいたしました。引き続き丁寧な課題の把握と支援に努め、関係省庁とも連携しながら自治体の対応を後押ししてまいります。以上です。ありがとうございます。それでは各社さんお願いいたします。共同通信の菅原です。おはようございます。冒頭の発言にあった地方公務員の育休の関係でお伺いいたします。男性地方公務員の育休取得率が、なかなか国家公務員に比べると低いという調査結果も出ております。民間にも広く育休を広く取得していく意味では、官の取り組み、公の取り組みというのが欠かせないと思うんですけれども、総務省として自治体の取り組みをどうサポートしていくか、改めて考えをお伺い、はい、お聞かせください。地方公務員の男性の育児休業取得率は令和2年度で13.2% と、
近年増加傾向にあります、まあ、しかしながら、ご指摘のとおり、国家公務員の取得率が 29.0% ですので、それと比べますと、低水準にとどまっておりますことから、より一層、の努力が必要な状況にあると考えております。総務省では近年、取得率が大きく向上している、国家公務員の取り組みを参考に、各自治体において取得率の数値目標を設定すること、職員の意向に基づいて管理職員が育児休業等の取得計画を作成することなどについて、自治体に対して積極的に検討していただくよう助言するとともに、取得率が大きく上昇した自治体の取り組み事例を情報提供してきました。また冒頭発言でも申し上げましたとおり、本日育児休業の取得回数制限の緩和などを行うため、地方公務員育児休業法等の一部改正法案を閣議決定いたしました。制度面での環境整備も含め、今後とも総務省として男性職員の育児休業等の取得促進に向け、自治体における積極的な取り組みを促し、必要な支援を行ってまいります。以上です。すみません。朝日新聞の江口です。郵政行政モニタリング会合について伺います。個別の犯罪は別としまして、今回調査が行われてきたカレンダーの配布や、顧客データの流用といった問題は、全国郵便局長会の指示で多くの郵便局長が業務時間や業務上の情報を業務外の政治活動に使ったという問題が、背景にあると思います。この、新しいモニタリング会合では、こうした業務と業務外の政治活動の峻別という問題も対象としていくのか、それから全国郵便局長会の指示を業務上の規律に優先させてしまうというちょっと構造的な問題があると思うんですけれども、これまで総務省に取材しますと、そちら その郵便局長会というのが任意団体であるということで、非常にそこに入るような行政側、総務省側の対応というのは非常に消極的なものがあるんですけれども、今回のこの会合ではそこも対象としていくのか、大臣の考えも含めてお聞かせください。はい。冒頭でも申し上げましたとおり、本会合は専門家の助言をいただきながら、日本郵政グループのにおける再発防止策の取り組み状況などのモニタリングを適切に実施することを目的としたものでございます。本会合ではご指摘のような個別の事案を対象として具体的な検討を行うことは想定しておりませんが、一連の不祥事案を踏まえ、総務省においてより実効性のある、モニタリングを行うため、どのような視点や、手法が、効果的かなどについて専門家の皆様より対処公署からのご意見をいただく予定でございます。いずれにしても、本会合でのご議論を十分踏まえて、郵政事業に対する信頼回復に向けてしっかりと、対応してまいりたいと考えております。以上です。大臣、次のご予定がありますので残り1問でお願いします。テレビ朝日、大野です。昨日人事院で有識者会議がありまして、そこでテレワークの浸透を受けた勤務時間の柔軟化に向けた検討というのが始まったんですけども、総務省の働き方改革の観点から大臣どのように受け止めていらっしゃいますでしょうか。はい。昨日人事院におきまして、テレワーク等の柔軟な働き方に対応しした、勤務時間制度等の在り方に関する研究会が、開催されたと承知しております。総務省としても、行政の質や生産性の向上、優位な人材の確保、職員一人一人が高い意欲を持って、能力を発揮できる職場環境の実現のために、働き方改革は極めて重要と考えております。総務省においてはこれまでもフレックスタイム制や早出遅出勤務といった柔軟な働き方も活用するとともに、職員間のコミュニケーションを活性化するなど、テレワーク勤務の質の向上にも取り組んでいるところでございます。
今後も人事院の研究会の検討状況を踏まえつつ、総務省における働き方改革を進めることで、総務省だけではなく社会全体の働き方改革を促すことができるよう、しっかりと取り組んでまいりたいと思います。以上です。会見を終わります。ありがとうございました。